なかなか悪くない場所だな。来い、来てこれを見ろ。調べによれば、この輸送機関は今井の町を抜けて中山道まで入ったらしい。蝶の漁師だけの仕業ではなさそうだな。黒幕の見当は？そう単純じゃないらしい。ここら一帯を治めているのは夜部大名だ。戦が終わってからは上様への忠誠心はほとんど見せていない強力な大名だ。影様かもしれんな。今井の町へ向かった方がいいか。この時期はあの辺りは寒いはずだ。この件は拙者が片付ける。雪殿に話があると伝えてくれ。その必要はない。もう扉の前にいるよ。本当か？何も聞いてないよ。絶対。落ち着いて、雪殿。隼人殿、外の男に話してくれ。彼が最初の賃金を払ってくれる。じゃあまたな。どこに行ったの？一緒にいちゃダメ？拙者と一緒に来てほしい、雪殿。君の専門技術がこの任務には不可欠なんだ。どんな任務？ちょっとした盗みだ。うまくやってのけたら我々の部隊に歓迎しよう。そして隼人殿が君を教えるように掛け合ってやろう。本当かい？それなら私の実力を見せてあげるよ、お侍さん。そうしてくれ。では計画を教えよう。兵士たち、ここの人たちじゃないね。同感だ。あれは城下町の警備団の奴らに違いない。さあ、ここに来た目的は覚えているか？ここの地区役所に侵入して重要人物を見つけて、その人から書類を盗む。よくできた。この任務を成功させるには君にはスリとして働いてもらわないといけなくなるかもしれん。あとこれを持っていくがよい。隼人殿に君のために作らせたんだ。これは鍵縄。ありがとう、お侍様。さあ始めようぞ。役所はこのすぐ先だ。大通りは避けた方がよかろう。君には見張りをしてもらいたい。屋根の上を歩いてくれ。拙者はその下をついていく。何か問題があれば事前に拙者に知らせることができるからな。はい、お侍様。完了したら酒の醸造所で落ち合おう。さあ始めよう。矢のようにあなたを狙う鳥の声。雪の中じゃ遊べないでしょ。嫌なサプライズでしょ。静かにして、早く動くのよ。そう、静かにね。バッチリなのね。あた、
ミナ。ワナさん、こそこそと蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。さし足、今行くわ。楽しいわね。狐が狩り中よ。なんだ、誰の足跡だ。見ない足跡だな。うまくいったわ。誰もいらないんでしょ。簡単ね。ゆっくり。嫌なサプライズでしょ。足跡裏切り者できるわよ。足跡か。あれはなんだ。おい、お前。できるわよ。滑るわ。反逆者たち。矢のようにあなたを狙う。静かにね。今隠れている。行くわ。なんだ。うん？足跡か。どこだ。ネズミの歯。隠れても無駄だ。うまくいったわ。誰もいらないんでしょ。狐が狩り中よ。蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。こそこそと抜き足、差し足。なんだ。バッチリのあるね。私にもらってほしいって。ゆっくりと足跡。裏切り者ね。簡単ね。罠さ、嫌なサプライズでしょ。見ない足跡だな。うまくいった。我ながらもらうわね。静かにして。楽しいわね。そう、静かに。蛇みたい。蜘蛛の巣に足を踏み入れるって、ね、失うなんてバカバカバカ。動くのよ。今行くわ。足が冷たい。誰の足跡だ。動き続けて体を温めないと。ゆっくりと。鳥の声。素敵なメロディー、メロディー。行くわよ。我ながら上出来。分かっている。狐が狩り中よ。出てこい。鳥の声。誰かいるのか。カモフラージュにならないぞ。なんだ。もう助けてくれ。多分こっちかな。滑るわ。お願いだからこの
道にいて、差し足。あそこだ。俺の仕事だ。俺見たんだ。茂みに隠れているのか。早く動くのよ。気をつけるんだぞ。本当に敵を見たのかよ。ここには何もないぞ。幽霊じゃないよな。奴らを見かけたか。簡単ね。今行くわ。静かにして。これは足跡。罠さん、起きてね。蛇みたいに、ま、今嫌なサプライズメロディー。持ち場に戻れ。行くわよ。できるわ。素敵なメロディー。足跡、裏切り者ね。足が冷たい。抜き足。誰もいらないんでしょ。そう、静かにね。メロディー、行くわよ。し、静かにね。小刀さん、起きてよ。動き続けて、体を温めない。ふっ忍びみたい。こそこそ。ゆっくりと。まずいわね。そう、静かにね。ネズミの欲しいわね。さっと。今行くわ。足がつむ。素敵なメロディー。ここ。我な鳥の声。暗闇に潜んでいる。静かに、ね。こうじゃなくて、ジャンプして登るメロディー。こそこそと。メロディー。なんだ。風だろ。行くわよ。今。うん。まだよ。救急だ。もらうわね。ふっ。足跡。裏切り者ね。馬車に荷物が乗ったら。市場へ向かってくれ。はい、わかりました。静かにね。できるわよ。見なよ、酒が届けられぬぞ。お侍さん、ここにいたか。心配したぞ、若い娘よ。ごめん、厄介事を持ってきちゃった。さて、どうだろうな。それで何を見つけたんだ。あの男が書類を持ってる。言ってた通り、大きな家にいる。大きくて卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず屋敷の中に入る必要がある。はい。入るのに2箇所見つけた。一つは北の門、もう一つは南ね。けどどちらも鍵がかけられてる。その鍵があるはず。誰が鍵を持っているか分かりそうか。はい、
そこの癒やしい侍よ。あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会してさらなる計画を話そう。はい、お侍さん。差し足。すまない。隠れていよう。今行くわ。雪の結晶。物音を立てずに動こう。あれは何だ。見ない足跡だな。刀を使うとしよう。寒さでは我々を止められない。イエイ、やった。ゆっくりと。一人は倒せるが、二人となると拙者一人では倒せぬ。距離を取るのだ、ユキ殿。接近して攻撃してはならぬ。はい。拙者の役目は明確だ。上様のための刃だ。名誉と共に死ねたのだ。上様。待つのって退屈。抜き足。素敵なメロディー。キツネが狩り中よ。ヘビ。し、鳥の声。猫と鳥。メロディー。滑るわ。早く動くのよ。差し足。素敵なメロディー。ここにいるのは分かってるんだ。どれだ。我ながら上出来。油断しては止まらない方がいいだろう。心象が凍っておる。雪の中じゃ遊べないでしょ。ワナさん、起きてね。今行くわ。雲の巣に足を踏み入れるってね。足跡できるわよ。裏切り者ね。今日は風がいてつくな。行かないの？動き続けて体を温めないと。こそこそと。誰か隠れているのか。静かにして。鳥の声。助けてやるからな。誰かいるのか。早く動くのよ。誰もいらないんでしょう。なぞなぞかな。木は熟した。風切り。準備いいわよ。
死ぬにはちょうどいい日かもしれん。引退だ。影様に使えるものどもと考えるか。影様って誰？影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。はい、お侍さん。楽しいわね。これには誰も抵抗できまい。ネズミの、ゆっくりと。共に戦うから強く対話せぬ。雪の中を前進。向かっている。用心しよう。地面が滑りやすくなっている。大と小。何人たりとも生かしておけん。忍法。命、上様に捧げよう。我らの足跡は気づかれるであろう。立ち風。動いた様子が見ないぞ。雪は風情があるな。隠れても無駄だ。どこに行ったんだ。仕掛けがいっぱいし、メロディー行くわよ。早く動くのよ。足が冷たい。面倒いけないな。寒い場所だ。見つけ次第大将見かけたか。侍は寒さに負けぬ。今行くわ。むむ、雪が鎧の中の将。足跡をどうにかするべきだ。立ち風。向かっている。慎重に進もう。ただの大将。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。隠れていよう。誰かいるのか。死んでるぞ。そう。
刀さ。っ簡単ね。早く動くのよ。ゆっくりと。すまない。引退だ。上様のため、雪の中を前進。慎重に進もう。馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる。いいかもしれるな。準備はできておる。我ながら超絶。私にもらってほしいって。なんで？こそこそと。静かにして。さしあし、楽しいわね。抵抗が待ってるぞ。物音を立てずに動こう。我らの足跡は気づかれるであろう。そうだね。動き続けて体を温めないと。行かないの？待つのって退屈。忍耐こそ最強の武器である。そこにいよう。止まらない方がいいだろう。したのか。持ち場は離れられん。凍りそうだ。はあ、面白そう。中よ。我ながら上出来。し、静か。ここ。ふっ、狐が狩り中よ。できるわよ。今行くわ。今行くわ。忍耐あるのみ。向かっている。寒さでは我々を止められない。なぞなぞかな。動き続けて体を温めないと。楽しいわね。さしあし、できないわ。ごめん。ぼーっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。
任務のためだ。上様のために止まらない方がいいだろう。物音を立てずに。あ、面白そう。ここから滑り込める。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかである。鋭いわ。ネズミの歯。通ってくれ。小刀さん、起きてよ。そう、静かにね。さっと。足跡。裏切り者ね。滑るわ。ゆっくりと。ネズミの歯。簡単ね。静かにして。雪の結晶。早く罠。素敵なメロディー。今の鳥の声。こはっ。足が冷たい。隠れても無駄だ。うまくいったの。もらうわね。蛇みたいに、メロディー。行くわよ。嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。鳥の声。足跡。誰かいるのか。裏切り者ね。我ながら上出来。誰かいるのか。簡単ね。見ない足跡。雪の中じゃ遊べないでしょ。ああ、ヒゲがこう慎重に進もう。隠れていよう。我らの足跡は気づかれるであろう。用心しよう。慎重に。地面が滑りやすくなっておる。忍耐だ。そうぽーできるわよ。油断してはならぬ。まずい。寒い。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。風切り。足跡をどうにか。止まらない方がいいだろう。無駄だ。骨のある敵だ。むむ。
失敗は雪が鎧の中に止まらない方がいいだろう。早く動くのよ。さしあしできないわ。ごめん。栄光が待っておる。向かっている。まずいわね。ああ、これが良い。ここから滑り込める。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。足跡をどうにかするべきだ。はあ、面白そう。我ながら上出来。動くな。やめて、お願い。逃げに隠れているのか。静かに。やめろ。逃げよう。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。物音を立てずに動こう。はあ、面白そう。静かにね。動き続けて、体を温めなさい。忍耐は最強の武器である。雪の中じゃ遊べないでしょ。ああ、拙者では力が及ばない。そうだね。できないわ。共に戦うから強くなれる。ここから滑り込める。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。嫌な風ね。ここ雪は風情があるな。通ってくれ。任務のためだ。猫の毛足。簡単ね。侍は寒さに負けぬ。待つのって退屈。すごく鋭いな。火は熟した。上様のために止まらない方がいいだろう。準備いいわよ。さしあし、素敵なメロディー。嫌なサプライズでしょ。鳥の声。誰だ。はっ。静かにして。隠れても無駄だ。うまくいったんだ。はっ。もらうわね。我ながら上出来。ワナさん、おき。そう、静かにね。メロディー、いく
くわよ。足が冷たい。ゆっくりと。忍耐あるもの。近道がある。へっ、私にもらってほしいって。今行くわ。鳥の声。今日は風にしよう。用事がいてつくな。地面が滑りやすくなっておる。そこにいよう。おとりだ。拙者のとっくり。雪の中を前進。拙者にはできない。無理だ。雪の結晶。できるわよ。今行くわ。楽しいわね。我が命隠れている。上様に捧げようぞ。酒だ。身長不可能だ。仕掛けがいっぱい。友よ、これには誰も抵抗できまい。見ない足跡だ。行かないの？すまぬ。寒さでは我々を止められない。拙者では力が及ばない。無駄だ。失敗はせぬ。キツネが狩り中よ。いいか、見つけ次第攻撃だ。こうじゃなくてジャンプして登るの。ネズミ抜き足。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。奴が瓶を持ってった。もっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。簡単ね。誰のだろう。俺は何だ。すまない。さあ、大拙者が最も命を。上様のための刃。上様のために足跡をどうにかする。骨のある。猫と鳥。なんだか。はあ。ゆっくりと。はい。できるわよ。気を散らしちゃう。滑るわ。小刀さん、さっと。楽しいわね。道があったと思うけど、裏切り者ね。蛇みたいに巻いてるわ。雲のメロディー。行くわよ。サブー。はっ。キツネが狩り中よ。
敵なメロディー。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。今行く。エナジー鳥の声。うん、そう、少々鳴らせ。静かに。ネズミの。俺は騙されんぞ。こうじゃなくて、うん、ジャンプして登るのすごくすごいわ。ただのかすり傷だ。近道があるよ。何探してんだ。雪は風情があるな。愛しの人よ。待つのって退屈。準備はできて上様のために。寒い。ゆっくりと、うん、紛らわしい。足足小型の、足が冷たい。仕掛けがいっぱい。ここ油断してはならぬ。すまない。寒さでは我々を止められない。ぼーっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。今行くわ。準備はどうなっている。終わらせるようにいたします。早く動くのよ。なぞなぞかな。さっと。道があったと思うけど、どこだっけ。静かにね。我ながら超出来。メロディー行くわよ。簡単ね。ヘビみ。できるわよ。ああ、失敗は背が凍っておる。早く動くの。何か聞こえたような。向きやネズミの。しょうがないぞ。滑るわ。足が冷たい。うん、すごく鋭いわ。こうじゃなくて。できるわよ。ジャンプして登るの。小刀さん、起きてよ。楽しいわね。さし足。準備はどうなっている。手配いたします。我ながら上出来。すごく鋭いわ。静かにして。簡単ね。
静か。侍は寒さに負けぬ。寒さで我々を止められない。ああ、酒だ。うわ、寒い。今行くわ。足跡。裏切り者ね。素敵なメロディー。キツネが狩り中よ。足跡。裏切りも。はっ。足が冷たい。ゆっくり。はっ。そう。静か小刀さん。滑るわ。忍耐こそ最強の武器である。上様のために思った通り施錠されておる。準備は良いか、ユキ殿。はい。閉まってるってことは鍵がある。鍵は盗まれたがってる。猫と鳥こそこそと。静かにして。近道が楽しいわね。はっ。今行くわ。抜き足。簡単ね。道があったと思うけど、どこだっけ。メロディー、行くわよ。雲の巣に足を踏み入れるってね。準備はできておる。こいつは切り開けぬ。仕掛けがいっぱい。鍵はどこだ。早く動くのよ。ね、んとこしゃくな。すぐに痛い。し、誰もいらないんでしょう。今行くわ。できるわよ。キツネが狩り中よ。動き続けば。足跡か。誰の足跡だ。うまくいったわ。今行くわ。茂みに隠れているのか。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。騙されんぞ。やべの中を張ってるのか。いいか、見つけ次第攻撃だ。俺たち何探してんだ。幽霊じゃないよな。
隠れても無駄だ。差し足、足跡、裏切り者ね。茂みなんかこそこそならないぞ。何もないな。持ち場に戻れ。今行くわ。もらうわね。し、静かにね。抜き足。ふっ。動き続けて、体を温めないと。見て。輝くつらら、侍の頭の上に落ちたがってるみたい。なんでもないな。ゆっくりと。ネズミの歯。あの音は、ありえない。小刀さん、起きてよ。近道があるよ。すごく鋭いわ。騙されんぞ。足、ふっ。簡単ね。こそこネズミの痛いじゃない。し、近道があるよ。早く動くのよ。鍵さんはあるけど、どれを開けるの？急いで。お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。よし、やったわ。見事だ。隼人殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では、共に次の手について話し合おう。待つのって退屈。簡単ね。よし。役人は守られていることを忘れるな。これほどの護衛とは戦えぬ。気を引く方法を探すべきであるな。ここに着くまでに二つの木の塔を見た。お侍さんなら壊せますよね。そしたら大きな音が鳴って、書類の男がきっと侍を送って何が起こったか見に来ると思う。突飛な作戦だ。試してみたいな。そうなったら書類を標的から盗むのに十分な時間があるだろう。はい。そして逃げる。ですよね。誰か馬車に隠れましょう。ここから出してくれる？書類の男は悪い人だよね。なら私が手をかけたい。ならぬ。危害を加えてはならぬ。上様は位の高い役人が死ぬのを好まぬ。証拠をつかむまではな。わかりました。では行くぞ、雪殿。行きましょう。狐が狩り中よ。我ながら上出来。足跡、裏切り者ね。うわ、
滑るわ。静かにして。凍りそうだ。なぞなぞかな。いい酒だ。おとりは設置した。我らの足跡は気づかれるであろう。一杯どうだ友よ。雪の中を前進。失敗。上様のため任務のために死んでもらう。向かっている。ただのか。我が命、上様に捧げようぞ。静かにね。今行くわ、鳥の声。雲の巣に足を踏み入れる。誰のだろう。今、行くわ。うまくいったわ。暗殺者だと。足跡だ。ヒゲが凍っておる。一撃。どこにいるのは分かってるんだ。油断してはならぬ。動き続けて、体を温めないと。こそこそと蛇雲の巣に足を踏み入れるってね。誰の足跡だ。あれはなんだ。うまくいったわ。暗殺者だと。静かにね。静かにして。楽しいわね。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。キツネが狩り中よ。見て。大きな輝くつらら。侍の頭の上に落ちたがってるみたい。我らの足跡は気づかれるであろう。一撃。骨のある敵だった。失敗はせぬ。雪の結晶。我ながら上出来。準備はどうなっている。終わり次第報告。へい。こそこそと。あ、面白そう。なぞなぞかな。道があったと思うけど、どこだ？できるわよ。奴を信じられるのか？
さらに質問をするのが良いだろう。終わらせるようにいたします。メロディ、行くわよ。足が冷たい。うん、雲の巣に足を踏み入れるってね。誰のだろう。簡単ね。そこにいるのは分かってるんだ。奴を信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。満足いただけるのか。早く動くのよ。鳥の声、ゆっくりと。滑るわ。見ない足跡だ。あれは何だ。うまくいったわ。動き誰もいらないんでしょ。今行くわ。ネズミの歯。静かにね。さし足、我ながら上出来。すげえサミラ。静かにして。ワナさん、素敵なメロディー。そう、誰だ。足跡、裏切り者ね。バッチリなんだね。はっ、もらうわね。動き続けて、体を温めないと。キツネが狩り中よ。蛇みたいに鳥の声。簡単ね。なんだ。今私に、足が冷たい。静かにね。すごく高い塔ね。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。抜き足、楽しいわね。わかってるんだ。コスメロディー、行くわよ。鳥の声。誰かいる。早く動くのよ。近道があるよ。うまくいったわ。できる。誰もいらないんでしょ。さっと今行くわ。ゆっくりと。滑るわ。足が冷たい。静かにして。ふっ、早く動くのよ。ネズミの、さっと今行くわ。足跡、我ながら上出来。小刀さん、起きてよ。抜き
今行くわ。静かにね。できるわよ。動き続けて体を温めないと。狐が狩り中よ。拙者の役目は明確だ。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。雪の中を前進。足跡をどうにかするべきだ。隠れ、上様のための。行かないの？簡単ね。任務の冷えが凍っておる。猫と鳥、慎重に進もう。寒い場所だ。何が起きておる？行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。物音を立てずに動こう。向かっている。仕掛けがいっぱい。静かにして。うわ、滑るわ。足足こそこそと。こうじゃなくてジャンプして登るの楽しいわ。ワナさん、メロディー、嫌なサプライズでしょ。私にもらってほしいって。そう、静かにね。蛇みたいに巻いてるわ。うん、ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み入れるってね。足跡。準備は。裏切り者ね。満足いかないんだと。見ない足跡だな。あれは何だ？なんだ？誰のだろう？誰の足跡？ラッキーなのね。確認することもないな。もらうわね。静かにして。そう、静かにね。行くわ。ワナさん、起きてね。すぐに対処が必要だ。嫌なサプライズでしょ。うわ、滑るわ。動き続けて楽しいわね。体を温めないと。の足跡だ。狐が狩り中よ。足が冷たい。怖い。なんだ、誰か隠れているのか。うまくいった。私に。早く動くのよ。ゆっくりと。とても困る問題だ。滑るわ。素敵なメロディー。我ながら上出来。鳥の声。準備はできておる。我らの足跡は気づかれるであろう。止まらない方がいいだろう。どこかにはしごはあるか。そこにいよう。引退だ。とても困る問題だ。終わり次第報告いたします。不可能だ。寒い。むむ、雪が鎧の中に。我らの足跡は気づかれるであろう。上様、止まらない方がいいだろう。
もっと良い道があるに違いない。さらに質問をするのが良いだろう。忍耐だ。近道を探さねばなるまい。おとりだ。もったいないな。隠れていよう。いっぱいどうだ。雪の中じゃ遊べないでしょ。これには誰も抵抗できない。早く動くのよ。動き続けて体を温めないと。さあ、しあし。やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、雪殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。静かにね。今日は風がいてつくな。そうだね。ああ、これが良い。ああ向かっている。足跡。髭が凍っておる。裏切り者ね。ぼーっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。今、行くわ。拙者はそんなに俊敏ではないぞ。用心しよう。いいか。地面が滑りやすくなっておる。風邪ひきないな。誰のだろう。そこなら安全なのでもない。足跡をどうにかする。誰の足跡だ。刀を使うとしよう。慎重に進もう。一撃。任務の寒さで我々を止められない。物音を立てずに動こう。そこにいよう。抜き足。足が冷たい。できるわよ。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。手配いたします。早く動くのよ。道はあるかと思うけど、どこだっけ。簡単ね。今行くわ。できるわよ。足跡。裏切り者ね。なんだ、うん、誰か隠れているのか。近道があるよ。いるのか。簡単ね。行くわ。はっ。差し足。早く動くのよ。うん、近道があるよ。へっ。動き続けて体を温めないと。みたいに巻いてるわ。雲の巣に足を踏み入れるってね。楽しいわね。静かにして。そう、静かにね。ん？足跡？足が冷たい。見ない足跡だな。
は何だ。誰か…バッチリなんだよ。ふっ、もらうわね。キツネが狩り中よ。裏切り者ね。抜き足。滑るわ。できるわよ。簡単ね。我ながら上出来。今行くわ。わ、素敵なメロディー。今の聞こえた。こそこそと。なぞなぞかな。準備いいわよ。うまくいったわ。道があったと思うけど、どこだっけ。こうじゃなく私にもらう。ジャンプして登るの。早く動くのよ。し、静かにね。拙者の役目は明確だ。盗みの技が良かった。とりわけな。ありがとう、お侍さん。ハヤト殿は才覚のある生徒を喜んで受け入れるであろう。質問していいですか。構わぬぞ。その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか。あ、はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り、書類を調べるとしよう。はい、お侍さん。